こいつは運命の赤い糸のお導きかな? フルールド・ラレーヌ、その香りはネリネ。また、の名はダイヤモンド・リリーだ。ネリネは海の女神の名前に由来する。この町にぴったりだ。ルーカ、猫扱いするんじゃねえ。俺の名は、そう、ルーカ。久しぶりだな、 ベヨネッタ。相変わらずね。どこで見つけたのか、変なメガネまでかけて。こいつか。<笑>日本で見つけたうまい酒を手土産にロダンに頼んだ。ちょっとな、それより勘違いするなよ。お前を追いかけてきたわけじゃねえ今回のな。<笑>お前についても謎はたくさんあるが、 まあ、女ってのはどいつも謎だらけさ。ともかくお前がここにいるってことは、どうやらこの町は当たりだったようだな。何の話かしら。おいおい、とぼけるなよ。500年前に絶大な力を振るったルーメンの賢者とアンブラの魔女、 それぞれ光と闇を司る世界の目で世界を観測し、創造主として君臨していた一族だ。だが俺は突き止めたのさ。その世界の目が人間に与えられる前は、混沌の創造主が持っていたものだと。混沌の神と呼ばれたこの人間世界の神様かな。混沌の神。 俺の調べではここノアトゥーンがその神様の住んでいた町だって話だ。だから三位一体世界のそれぞれをつなぐ扉がここにあるわけだ。天界への扉、ヘブンズドアと魔界への扉、ゲイツオブヘルだな。聞いたぜ、お前ジャンヌ。 なんだ。お前羨ましい。いや、恐ろしいところに嫌がるな。ペットを連れて旅行か。この町でお友達になっちゃってね。小さな道案内人ってところか。それじゃ俺はこれで失礼するぜ。もう少し調べたいことがあるんでな。首を突っ込みすぎて痛い目に遭わなきゃいいけど。 俺はこれが効くからな。俺のことより自分を心配しな。あっ、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 あっ
やる。 坊や、 その力をどこで習ったの？ 魔女の力でも賢者の力でもないよね。 敵かもしれない奴に手の内を明かせるかよ。 ただどうやら俺の力は その場所に刻まれた時の記憶を呼び起こせるようだぜ。 どうやら？ あ、いや、それ以上は言えねえな。時の記憶。何を見てるんだ？さあ、行くわよ。パーティーに遅れてしまうわ。 少し感動したかもな。 Закунь его.
か。君さえ消え去れば。したかもな。したかもな。
その目は闇の中でこそ輝く。